プレッシャーかけられなかったんですよね。あ、そうですね。さあ斉藤が出てきます。左を使った杉岡シュートだ。こぼれ球、押し込んだ。決めたのは野田。湘南2対0。やっぱサポートが早かったですしね、まあ、野田のランニングで少し鹿島のディフェンダー引っ張ったところで杉岡に持ってきましたから、はい、あとは、まあ、リフレクトしたボールをよく触れたなと思います。長木がブロックしたんですが、はい、